日光二良山の神社。日光二良山の神社。日光二良三神社は、栃木県日光市にある神社。式内社、名神大社論社、芸野国一宮。旧社格は、国平中社で、現在は、神社本庁の別表神社。宗教法人登記上の正式名称は、二良山の神社であるが、宇都宮市の二良山の神社。 宇都宮二良山の神社との区別のために地名を付して、日光二良山の神社と称される。古くは、日光三社権源と称された。ユネスコの世界遺産に、日光の社寺の構成資産の一つとして、登録されている。関東平野北部、栃木県北西にそびえる日光連山の手法、日光三山を、神体山として祀る神社である。境内は次の三ヶ所からなる。 日光三山は、南太山、南太山、古名を、二良山、女宝山、太郎山からなり、二良山の神社ではそれぞれに神を当てて祀っている。三山の他日光連山を計大地とし、面積は三千四百ヘクタールにも及び、その新域には、華厳滝や、いろは坂も含まれる。二良山の神社は、古来より、修験道の霊場として数形された。 江戸時代になり、幕府によって日光東将軍等が造営されると、二良山の神社も重要視され、現在の世界遺産、重要文化財指定の主な社殿が造営された。また、国宝指定の刀剣二口や、多数の刀剣等の重要文化財を現在に伝えているほか、境内は国の史跡、日光山内に包括されている。社名、二田山の名の由来には、 諸説がある。なお、南大山山頂遺跡の出土品から、鎌倉時代初期には、二田と日光が併用されていたことが分かっている。主催紙は次の三柱。それぞれ、日光三山の一山に当てられている。三神は、二田山大臣と総称される。これらの山々は、新大山、いわゆる神奈美であり、霊法として、古くから信仰されてきた。 この日光の神々は、日光三山、日光三諸大権現などと呼ばれ、親子の山と考えられてきた。二ら三人に、現在の人格神が当てられたのは十二世紀頃だと、される。さらには、本寺衰着説により、蒸気のような書物が当てられ、林王寺では、現在もこれら書物を祀っている。霊場としての日光の始まりは、下屋国の僧、兵道商人、 735年から817年が、北部山岳地に修行場を求め、大谷川北岸に、天平神後2年、766年に、死雲立寺、現在の四本龍寺の前身を建てたことに始まると、される。そして二良山の神社の創建は、商人が、神後慶雲元年、767年二良山、南泰山の神を祀る祠を建てたことに始まると、される。 この祠は、現在の別宮となっている、本宮神社にあたる。商人は、延暦元年、七百八十二年二良山登町に、成功し、そこに、奥宮を建てて、二良主元の基礎を築いた。その後、神仏集合の霊場として栄えることとなったと、伝えられる。なお、社殿などでは、上記のように、正道商人が開祖と説明されるが、実際には、 太郎山の神社周辺で古代の祭祀の痕跡を示す遺跡が見つかっており、相当古くから聖地として信仰対象であったことがわっている。空海が訪れた際、女宝山の神を祀る滝のお神社を建てたと伝えられている。また、縁人も日光を訪れたとされ、その際に現在林王寺の本堂となっている山、仏津堂を建てたといい、この時に、 日光は天台宗となったという。ただし、二人の来訪は、史実と言えず、伝承の域は出ていない。その後、二良山の神を本宮神社から少し離れた地に移して、社殿を建て、元宮神社には新たにお子神である太郎山の神を祀った。この時新たに建てた、現在の本社、元の本宮神社、そして滝のお神社は総称して、日光三社と呼ばれる。 平安時代には、上和三年、八百三十六年の聖五位下国四党に、始まって、上元十一年、八百六十九年の聖二位、国四党の深海宝珠の記録があるほか、演劇式神明帳に記載されている名神、大子そ、下野国河内軍二良山の神社の記載がある。ただし、この論者には、宇都宮市の宇都宮二良山の神社もあり、貴族をめぐっては、 古くから議論がある。詳細は、二良山の神社参照。また、両者とも下付国一宮を称している。鎌倉時代初期には、南大山山頂遺跡の出土品から、山岳信仰が最盛期を迎えたことが示唆されており、神社祭礼もこの時に確立されたと考えられる。戦国時代には、ご法上氏に加担したことにより、豊臣秀吉に領地を没収され、 衰退した。江戸時代はじめ、徳川家康の側近で日光山漢字となっていた、天台宗の僧、天海、次元大使により、徳川家康を祀る当唱者、日光当唱具が江戸幕府によって創建されると、二ら山の神社もまた、江戸幕府のみならず、朝廷や諸大名、さらに民衆からも厚い崇敬を受けた。元那五年、1619年には、 徳川秀忠によって本殿が再建された。1873年、明治6年に、宇都宮の二ら山の神社に加えて、国兵中社に追加列格した、第二次世界大戦後、神社本庁の別表神社となった。内は関連事項。江戸時代までは、新領約70教という広大な社地を有していた。 今日でも日光三山を含む日光連山八峰、南大山、女宝山、太郎山、奥白根山、善白根,根山、大真子山、小真名子山、赤蘭山焼けゴンダキ、いろは坂などを境内に含み、その広さは3400ヘクタールという、伊勢神宮に次ぐ面積を有している。日光東小宮の西奥に鎮座し、日光山内と呼ばれる。 日光の社寺のうちでは採用に位置する。元は現在の別宮、元宮神社の地に鎮座しており、移転後は新宮と称された。元那三年、1617年の東照宮造営の際に現在地に移転し、社殿も一新された。現在の社殿はその時の造営のもので、八棟造りの 本殿や入もや作りの拝殿をはじめとして11棟が国の重要文化財に指定されている、新京を含む。新園内にある昭和5年、1292年、明の道道楼、国の重要文化財は、化け道楼と通称される。火を灯すと、怪しげな姿に化けたと言われ、武士が刀で切りつけた傷が無数に残されている。中宮氏は、 南大山中腹の中禅寺湖畔に鎮座する。中宮寺とは本社と奥の宮との中間の祠の意である。正道商人による天王二年七百八十二年の南大山東朝の後延暦三年七百八十四年に建立されたという。この時同時に中禅寺も二ら山の神社の神宮寺として創建された。古くは南大中宮の 南泰権限、中禅寺権限とも称された。胸札の写しによれば、永長元年、1096年、92年、1155年、英略2年、1161年の社殿造営が確認されている。その後、現在の社殿が元六十二年、1699年に造営された。当地は古くから南泰山登山の表口とされ、現在も 東廃口、登山口が本殿横に位置している。入り口の東廃門は、解散時5月5日から10月25日のみ門が開く。7月31日から8月8日の東廃祭の間は、中宮市本殿から奥宮に心臓が移される。境内は本殿をはじめとして7棟が国の重要文化財に指定されている。また、 南大山の東廃口の近くにある巨大な一位、A 株と B 株の2本のうち、A 株の樹齢は推定1100年、B 株の樹齢は推定1000年とされ、1969年、昭和44年10月11日に、A 株、B 株ともに、中宮市の一位として、栃木県指定天然記念物に指定されている。その他、宝物館では、ふたら山の神社が所有する。 刀剣等の多くの宝物を展示している。南大山山頂に鎮座する。小道商人により、天王二年、七百八十二年に創建された。奥宮近くの太郎山の上社付近からは、奈良時代から近世に至る祭祀物が出土し、一帯は南大山頂遺跡と言われる。 出土品の多数は重要文化財に指定されており、中宮司宝物使にて保管されている。別宮の二社は本社と共に日光三社と称され、かつては日光三社権源とも創称されていた。南滞山奥宮を含めて日光連山八宝と呼ばれる。山道の日光山内への入り口にはダイヤ川にかかる心境がある。この心境は、 日本三気鏡の一つに数えられる。古くは山菅の蛇橋、または単に山菅鏡、蛇橋とも称された。父の木と呼ばれる大木を両岸の土中、岩盤中に埋め込み、両岸から斜め上向きに突き出す。そしてこの両端に橋桁を渡して橋としている。この広報は現存する重要文化財指定の木造橋発揮の中でも唯一である。 江戸時代以前は、山梨県大月市の猿橋のように、橋脚を持たない羽橋の構造であったとされるが、以後は似た構造ながらも、父の木は、石像の橋脚で支えられている。羽橋と桁橋を組み合わせた当時としては、先端的な手法であり、城郭建築等に伴う土木技術の発達が背景にある。奈良時代末、小豆商人の日光解散に際して、 深綱大王が二匹のオロチをして、橋となし、その上に缶が生じたとされる。橋の遺傷は、この伝承による。また、この伝承からこの頃に創建されたと考えられているが、詳しくはわかっていない。室町時代の旅行記、海国雑記や、あずまじの津島に記載があり、当時には認知されていた橋であり、構造は、羽ね橋であったと考えられている。 東照宮造営と同時に掛け替えられ、それ以前の羽橋の構造から、現在の石造橋脚を有する構造となった、当時は素木造。これ以後一般の通行は禁じられ、掛け替えの際に、下流側に設けられていた仮橋を、一般の橋、日光橋とした。以後10年から20年の周期で修復等が行われ、完成4年、1792年以後は、 塗装がなされるようになった。1902年、明治35年の足尾台風による洪水で流出したため、現在の橋は1904年、明治37年の再建。1944年、昭和19年に国の重要文化財に指定された。新橋の入り口に大風林新橋という陶器製の風林が飾られ、2017年7月28日に、 除幕された。長さ、直径ともに34センチメートル、重さ5.5キログラム。指定年月日中期のないものは、昭和19年9月5日指定。上記のうち、本社本殿と拝殿の二棟は明治41年、1908年8月1日、当時の古社寺保存法に基づき特別保護建造物に指定。昭和19年。 1944年9月5日に、本社からモン、駅門、スすかしイ、鳥居、新京、別宮滝能神社、七棟、別宮本宮神社本殿、からモン、すかしベイ、中宮市、七棟の計22棟が追加指定された。新余社、大国殿、抹茶宝有神社本殿、抹茶日枝神社本殿、別宮本宮神社拝殿、 別宮本宮神社鳥居の6棟は昭和48年、1973年6月2日、岸定の24棟とは別件で重要文化財に指定された。所在地、付属施設、交通アクセス、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。